チャオ、アサキでアリンス。先日ね、私のアサキの過去の動画に言いがかりをつけてきた、モノモースケって言われる人がいてて、その人がね、メールが来ててね、前回の動画の経緯やねんけども、メールが来てて、まあメールには、まあまあ、なんていうかな、丁寧な文章で来てたんで、それに対してお返しさせていただき、お返しを、動画にさせていただきました。でその動画にね、数々の暴言のコメント、しかもそれは、朝日にじゃなく、朝日の大切な視聴者さんに対して暴言を吐いてたんで、ちょっと注意を入れました。ひどい暴言を、吐かれました。おいおい、3年前とか関係ないから W なんだ、年数経てば何言っても時効なのか、責任持てない発言してんのか、不快に思ってる人はたくさんいるんだよ、ヒーロー気取り、頭の中キャベツマシマシか、まあアンサー動画を出すから楽しみにしといて、わら W、低評価よく見て、どっちが正しいのかわからないのか W、今日のは飲みに行くから明日出すわ、リアル忙しいから俺もブフをって書いてあんねんね。で、ああそうなんだと思って、でまあね、別にアンサー動画なんてどうでもいいやと、こっちの聞きたいこと答えただけで、そちらの聞きたいことなんて一切ないからと思ってたら、その下にね、あっちゃんがね、あらひどい暴言ですねって、私の大切なファンにそんな暴言でリプライしないでくださいって、売名に来られたんですかって、私のコメント欄にまで動画で宣伝ですかって、その前に性同一性障害に対する暴言に訂正と謝罪お願いしますって、私は性同一性障害で、苦しんで自殺まで考え、自殺を図ろうとした、それでも死にきれなかったというのか、そこまでひどいことに対する暴言を訂正してください、それと朝日の、写真を使わないでって言ったら、約束すると数日中に写真を変えるって言って、未だ変えてない、こういうことがあったけども、その次の、コメントなんですけどもね、はい、自分も動画を見て心療内科に通ってます、心の傷を負いました、アンサー動画で薬見せますね、あなたの発言は狂気でかなり人に傷をつき精神的に来てます、売名なんかしてませんが、以前にお話ししましたよね、理解力大丈夫ですか、全然区切りがなく1行で書いてくれてるのですごく読みにくいんですね、で、明日アンサー動画出すんでって、で3日前に書いてあってんけど、アンサー動画今日出たらしいです、あちゃまだチラッとはね、紹介されてチラッと見たんやけど、もう何言ってるか尻滅裂やったんで、もう見てません、はっきり言って、で興味があったら見てください、あなたで売名してません、売名してるから再生数取れたんですね、大体普通の動画100数再生が朝日の名前使うことで、7000、8000回ってます、完璧な売名です、そんなんどうでもいいです、YouTube でないので、いや YouTuber でないので、それは精神的参ってるので飲みに行くんで、またブフを、あと、質の悪いそちらのリスナーへの暴言について謝罪をお願いします、いやあなたの暴言がひどかったです、それはあなたが謝罪しないといけない、でコメント消してもいいですよってここに書いてあるんですけどね、あっちゃんちょっと謝らないといけない、しゅぼいさんに、精神薬を心療内科に通って薬を飲んで、そういう錯乱状態で動画を出されてた、それを知らなかった、 あっちゃんはまともな精神の人やと思う、まともって言い方悪いけど正常な人やと思ってたら、心療内科で薬までもらってる方が、お酒を飲んで錯乱状態で出した動画に対して、あっちゃん真剣にお答えしてしまいました。申し訳ございません。精神薬は精神的に辛いから飲む方はいっぱいいてると思います。朝日は一切そういうのは飲んでないんでわからないんだけど、それに対してお酒を煽るってことは、確実人としてもう理性を失ってる状態になってるはずです。で、確実に心療内科からいただいた薬を飲んでお酒を飲んじゃダメです、でも心療内科からいただいているのにお酒を飲みながら朝日に対して、朝日の視聴者さんに対して暴言数々言ってあったんで、朝日はあこれはダメだなと、こういう人に関わってるとうちの大切な視聴者さんまで傷ついちゃうってことなんで、前回の動画
削除します。で今回の動画も一応これ上げさせていただきますけども、もしかしたら数日後に削除するかもわからないです。でないと、ね、心療内科から薬をいただくっていうのは処方箋であって、その薬を飲んでですね、そういう薬を飲んだ上にお酒を飲みに行った、このコメントでもお酒飲みに行く、ね、しかも、家でもお酒を飲みながら動画を出してたらしい。で気持ち悪いゲップまでしてた、まあ、動画ではやっちゃダメなことやねんけどね。あ、まあそういうこともあるんで、まあ、そういうね、あの言うてみたら本当は YouTube っていうのはそういう心療内科でもらった薬っていうのを出したりしちゃダメなんで、そういうの規約違反だね。規約も守れないんじゃなく、規約も守れない人じゃなく、規約すら守ることができないぐらい精神的に、参ってる人なんでね、そういう人とはちょっと関わるのはまあ、ちゃんちょっとあのダメなんでね、あのうちの視聴者さんまで傷ついちゃうんで、今回は一応対応はさせていただきましたが、もう今後一切関わらないでください。で関わって朝日に関わったことで心療内科にかかったっていうことは、だったら関わらなければよろしい。はい、関わったことによってあなたが傷ついたのなら二度と見ないでください。で、私の視聴者さんに誘導するのやめてください。朝日の視聴者さんが誘導されて見に行ったりいろいろしてるんでね。でなぜかっていうと、うちの視聴者さんが見に行くってことは、うちの視聴者さんが見たよ、この動画、朝日の動画を見て、その方の動画が他の視聴者さんにも、なんだ、この動画主の動画を見てる人が見てる動画っていう関連で出てくる場合があります。でそれで傷ついた人がいっぱいいてます。まず、約束通り朝日の画像を消しましょうね。それもまずできない。あ、それはそっか、薬とお酒で錯乱状態で約束もできない人だったんだ、ごめんなさい。そういう人と朝日関わらないんで、あのマイナスオーラを持った人と関わっても何らメリットもないので、メリットのない人と付き合う意味がない。だから朝日はもう一切関わりません。好き勝手言ったらいい。それで売名したかったらすればいい。今後好きに売名してください。ただ気持ち悪いんで朝日の画像使わないでくださいね。で、上手な絵描いてはりましたね。はい、ありがとう。はい、画家になれますよあなた。うちでは雇わないですけども、まあ、そういうね、くだらないことしたければすればいい。まあ底辺がよくやる売名の手法なんで、まあね、底辺というのか、YouTube の動画を作ってね、ある程度収益が得られない時点で YouTube の配信者として配信者じゃないのでね、まあ、それでも規約は守らないといけない。いくら薬を飲んでお酒を飲んで錯乱してても規約を守らないといけない。だから YouTube がバンするのかしないです。そんな雑魚誰も見てないです。 YouTube は朝日の、だからあなたのチャンネルはまあ収益化されてないからわからないとは思うけど、朝日のチャンネル、あなたに対する返信動画の収益が、死に言及する動画のことっていうことで、一応向こうからメールが来ました。 YouTube の方から、まあ、別にペナルティはないですけどもね。だから、あんまりそういうユーザーと関わるなっていうことなんで、 YouTube からのお達しなんで、ね、関わるのやめるんで、ぜひぜひあなたが好きにやりたければやればいい。好きに売名したくってもね、1000人はなかなかいかないんでね、そんな売名では1000人いかないんで。それと朝日から、志望医さんへのアドバイス、精神薬を飲んだ時にお酒は飲まないで、精神薬が、もう飲まなくていいよってなってからお酒飲んでください。いや、お酒に逃げる、あっちゃんは、あっちゃん、朝日はこの世の中から逃げるんだったらこの世の中の嫌なものから逃げろって言ったけども、この世の中で嫌なことがあってお酒に逃げる人最低です。お酒に逃げる人はダメですよっていう動画出してるんで、よかったら見てください。お酒に逃げるのもダメなのに薬とお酒に逃げるってことは絶対やっちゃダメです。あなた体壊しますよ、ね、だから精神薬を飲んでお酒飲むのやめなさい。朝日からのアドバイスでした。はい、ということでね、まあね、精神薬を飲みながらお酒を飲む人とまともに会話はできないので、朝日はそういう人とお話ししません。では、二度と朝日に関わらないでください。はい、ということでね、朝日は今後一切関わる気はないので、
まあね、朝日の視聴者さんもね、来たから見に行く人もいてる、気になるから見に行くか分からないけどね、まあ、見てあげて、再生煽ってあげてください。喜ぶと思います。そうやって、してあげたらいいけどもね、朝日には何ら関係ございませんので、朝日は、間違ったこと一切やってない。だって、自分の命を粗末にするなって言ってること。言ってること、朝日がね、嫌なら、やればとは言ってない。何があってもやめろと。遺族の顔を思い出してやめろと。遺族っていうかね、残された家族のことを思って絶対にこの世から去るなって言ってるのに、それをわからない。それは薬を飲んで錯乱してるからわからないことやと思うんでね。本当にね、まともな精神の人ならこの動画を見てすぐわかるはずな。それがわからないっていう人と関わったところで、こちら何のメリットもどころか、他のみんなに迷惑をかかる。で、うちの視聴者さんで会った人たちが行って向こうで変なことを書いてるみたいやけど、その人たちも目を覚ましましょうね。ではまたね。バイバイ。まあ、わからない人にはわからないでしょうね。もう一回だけ言います。薬を飲んでお酒を飲むと危険なのでやめなさい。朝日からの命令です。